関西演芸協会会長桂福團治さん。上方落語協会理事ふるさと寄席文福一座座長桂文福さん。上方落語協会副会長桂米團治さん。テレビドラマや舞台でご活躍曽我野屋文道さん。テレビラジオでご活躍の盆地修さん。お茶の間の人気者宮川大輔花子さんと舞台で売り出し中花娘宮川さゆみさん。走る漫才コンビランナーズのお二人。お願いします。京阪の留守とお京阪六代目お京阪こと林真帆さん。続きまして NHK 連続テレビ小説和露天下に出演の方々ご紹介申し上げます。ヒロイン北村天を演じます青井若菜さん。ヒロイン天を支える女中時を演じます徳永恵里さん。最後にご紹介しますのは京都祇園ポント町上七軒大阪の北新地の舞妓さん芸妓さんたちでございます。年男の方々全員をご紹介いたしたいところですが時間の都合上省略させていただきます。なお舞台の手すりの下には年男の皆様すべてのお名前がかかってございます。後ほどご覧くださいませ。今回出役されておられます年男の皆様は関西政財界並びに交通関係諸団体のご代表の皆様です。拍手をもってご声援くださいませ。ありがとうございます。ご紹介が長くなりましたが今一度年男の皆様参拝者の皆様にご注意をお願いいたします。参拝者の皆様豆まき中絶対にかがんで豆を拾わないでください。一人でもいらっしゃって危険と判断すれば監視係により笛が鳴らされなりましたら年男の皆様直ちに豆をまくのを中止してください。重ねてお願い申し上げます。